笑顔でいると疲れるの対処法。精神科医カバサーシオンのカバチャンネル、今日は那須高原のキャンプ場からお届けしております。質問いただきました。のんさん、20歳女性。人の印象は容姿よりも表情に左右されるという内容の動画を拝見しました。そこで人前では笑顔を意識するようにしたところ、愛想がいいねと褒められることが増えました。しかし常に表情を意識しているせいか、人と会うと疲れやすいです。特別親しくない間柄の人と笑顔で話していると余計疲れます。相手の印象を取るべきか、自身の過ごしやすを取るべきか、先生のご意見をお聞かせください。笑顔って非常に重要ですよと。笑顔っていうのは相手の警戒をね、緩める作用があって、コミュニケーションの特に入り口ということで笑顔から入るっていうのはとても重要ですよということをね、私の本や動画で言ってますし、常識的にもだいたいしかめ面の人よりも笑顔の人の方が話しかけやすいよねって、まあ皆さん誰でも感じ取ってると思いますけども、じゃあ無理して笑顔を作った方がいいんですかっていうことになってきた場合、カバさんの本にはどういうふうに書いてあるかっていうと、笑顔トレーニングをしましょうっていうのを書いてあるんですね。無理して笑顔を作れとは書いてないはずなんで、この笑顔トレーニングをするってことがとても重要です。なぜかっていうと、表情筋っていうこの顔の筋肉があるんだけど、これ使わないと退化していくし、使うと進化していくわけですね。筋トレと同じです。つまりね、筋トレしてると筋肉がついていきますし、サボるとあっという間に落ちていく。例えば老人の人とかの場合、1ヶ月入院してずっとベッド上にいると半分ぐらい筋肉落ちるって言われてるんだよ。歩けないぐらいになっちゃうっていう。この間面白い話があって、そのコロナでマスクとかしてるじゃないですか、だいたい人と会うときね。そうすると表情を作らないから笑顔ができなくなったっていう話を聞いたんですね。そういうことです。なんで笑顔できないのって言ったら、やっぱりコロナ禍におきましては人と会わないし、会ったとしてもマスクしてるから、意識的にこの笑顔を作ったりするってことが非常に少なくなってる。つまり顔の表情を作る筋肉が痩せるというか弱まってしまってるというねことなわけです。だから笑顔トレーニングっていうのは、例えば朝鏡を見たときににっこり笑顔しましょうとかね、私の場合はひげ剃ってるときにだいたい笑顔を作るようにしてくれて、髭を剃るというのが笑顔トレーニングなんですけど、あと必ず鏡の前に立った時に笑顔をするっていうのもいいと思います。皆さんお手洗いに行った時に必ず鏡とか見ると思うんですけど、その時に笑顔を作るようにすると、1日 4,5 回か 5,6 回か分かりませんけど、最低でも鏡見ると思うので、その度ごとに笑顔を作るだけでも笑顔のトレーニングになるよねっていうことを言ってます。笑顔のトレーニングを普段からしてると、表情筋っていうのが鍛えられて笑顔が自然と出るようになるわけね。要するに、だから皆さんなんか重たいものを持つ時、よし力を入れるぞって言って持たないで普通にポンと持って移動すると思うんだけど、そういう筋肉がつけば別に意識しなくても笑顔っていうのが出るようになると思います。なので笑顔トレーニングっていうものを、その本番じゃない時にしっかりやっとくと、他の人に会った時も自然と笑顔というものが作れるようになっていくんですね。逆にそういう笑顔のトレーニングをしてない人が本番だけで無理して笑顔を作ろうとすると、使ってない筋肉を無理して使うわけだから、持てないぐらい重たい荷物を無理して持ち上げるようなものなので非常に疲れますし、精神的にもきついっていう風になるよね。だから普段から笑顔トレーニングをして、皆さんのこの笑顔力というものをこの底上げしていくってことが、自然な笑顔を作っていくためにとても大事なんじゃないかなと思います。ということで、普段の笑顔トレーニングの成果を出してみましたけど、いかがでしたでしょうか。そうですね、コロナ禍におきましては表情でのコミュニケーションっていうのが非常に減ってきている。だからズームとかを笑顔トレーニングするといいと思います。ズーム会議で一人で向かっている時はマスクしてないと思うので、そういう時に自分が話す時は笑顔で話してみるとか、相手の話を聞いてる時に笑顔で話してみるとか、そういう笑顔トレーニングっていうのが一つありますよね。要するにズーム会議の時にずっとカメラをオンにしてると疲れるから、カメラをオフにするっていうのもあるんだけど、カメラをオフにしてると精神的には楽だけど、コミュニケーションとしての意味っていうか効果っていうのは非常に少なくなってしまいますので、ずっとカメラをオフにしてるのもいかがなものかというふうに思いますね。仕事って言っても仕事をやるのも重要だけど、人と話すっていうのはやっぱコミュニケーションとしての意味合いがあるから、例えば皆さんがこの動画を音声だけで聞くのと、動画のこういう映像付きで聞くのと、どっちが楽しめますかって話なんだけど、当然映像付きで見た方が楽しめると思うんだけども、笑顔の効果っていうのは表情の効果ですね。ノンバーバルコミュニケーション、非言語的コミュニケーションの効果っていうのはそういうことです。だから言葉で言うよりも、こういう表情とかジェスチャーとか声の強弱とかをつけることによって、何倍も何倍も何倍も相手に伝わりやすくなるわけね。だからもっと皆様
様方もそういう非言語的メッセージ、非言語的コミュニケーションの重要性っていうのを考えられたらどうかなというふうに思います。だからよく会議とかで画像オフにしてると、関係性が出来上がってる間柄であれば全く問題ないと思うんで、今まで100回ぐらい会ってる人に対して今日画像オフにしたからといって人間関係が悪化するってことはありえないと思うので、でも初対面の人とか、あるいは今まで 2,3 回しか会ってない人であれば、私だったら画像オンにしてですねやりたいなというふうに思うし、逆に言うと画像オフにしちゃうと何か遮断されてるかのようなイメージを相手に与える可能性もあるので注意してみてください。